こんにちは、クです。今回は、n i がね、日本に帰国したということで、ちょっとね、美女がめちゃめちゃ変わってるらしいので、ちょっと見ていこうと思います。はい、というわけでね、もうね、n i がね、帰ってきてくれるのめっちゃ嬉しいし、これからもっと暑くなんじゃない日本がっていう感じなのですが、なんかね、インチョンから、えっと、福岡に入って、福岡から、 えっと、広島に行くみたいなのでちょ、ちょっとね、結構な長旅にはなると思うんですが、本当にね、この私が韓国の w i z と、えっと、対談した時あったんですけど、w i z はその韓国と日本行き来する分、その他のアイドルよりも本当に大変なね、思いしてると思うんですけど、その中でも頑張ってくれているので、ちょっとね、見ていこうと思います。はい、まずですね、まゆかちゃん、こちら。めっちゃ美女がいい。マジで。めっちゃ可愛くない私これ見た時にさ、え、こんな、 に垢抜けたと思ってもちろん今までもめっちゃ可愛かったんだけど私やっぱりまゆかちゃんね髪明るい方が好きかもしれない暗いのももちろん可愛いんだよ可愛いんだけどまゆかちゃんはね明るくするとより映えるわめっちゃこの服装とかもね全部可愛くってもう本当に美人いいと思いましたもうこのやばくないマジ k-pop アイドルやんっていう感じレベルの美人がもう バチバチにスタイル良くて可愛い。そして次が、ニナちゃん。ニナちゃん変えてきたの、髪型を。もうめっちゃ可愛くないマジでこれ見た瞬間に <laughs>、何このお姫様と思って。超可愛いんですけど、本当に。なんかこのさ、 ちょっと明るい髪がこのニナちゃんに、その、めちゃめちゃマッチすんの。超ふわってしてめっちゃ可愛いの。そして次、リオちゃんがこちら。リオちゃんもね、マジこの髪明るいのでギャルって感じで超可愛いんだよね。なんか、 ちょっと前からこの髪色だと思うんですけど、私この髪色めっちゃ似合ってると思うんで、まぁ、りおちゃんに関しては、暗いの、暗いと、なんかすごいなんか、美しい、なんか、お姉さんって感じの綺麗な感じになるんですよ。女優みたいな雰囲気なんですけど、明るいと明るいで、なんかもう、花橋って感じのね、わかる。ギャル感出て、すごい好きなので、ちょっとこれめちゃめちゃ好き。はい、そして次、まやちゃん。まやちゃん、正直私ね、服装が超好きだった、今回の。なんか一番なんか、この服を着れるようになるといいなって思うようなね、 美女でした。はい。このね、何上がツイードのこの感じと、下がね、黒いロングのパンツなんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。私マジでこのね、ね、まやちゃんのファッション超好きで、もうさすがって思った。もう超なんでも似合っちゃう。しかもこの髪型も顔も。このね、ここのピコンがめっちゃむずいんよ。普通にやろうとしたら。やりたいですね。はい。今日も美しかったです。そして次、りくちゃんこれなんですけど、りくちゃんがね、まあ、自分のカラーのお洋服着てるんですけど、めっちゃ似合う。しかも、りくちゃんって本当にね、 アニメの主人公みたいな感じのいつも美術してくんの分かりますかねそれが可愛いんだよねしかも、あの、リクちゃんはいろんな髪型やってきたんですけど、本当にこの今ね、何、ボブに落ち着いてすっごく似合ってるので、もうこのまま明るいボブ、個人的に大好きなのでやってくれたら嬉しいし、超可愛いよね本当になんかその他のメンバーとはまた雰囲気がいつも違う感じがすごく好きです。そして次、えっと、ミーミャ。 ちゃんもこの髪型可愛い。今回さ、その写真の関係なのかわかんないけど、みんな結構髪が日本っぽいって言ったらあれだけど、なんか日本ってさ、結構明るい茶髪っていうかふんわりした髪の毛多いじゃん。韓国って黒とか明るいとか結構そのパキパキしたカラーが多いんですよ。なんか。 もう入れるなら、カラーを入れるなら、カラーみたいな感じなんですけど、今回この、ちょっと明るめの茶髪みたいな感じのメンバーが多くって、ミーシちゃんもそんな感じに見えたんですけど、ミーシちゃんね、正直茶髪めっちゃ似合うんだよね。その、黒か茶髪がすごい似合うの。明るいのも可愛いんだけど、個人的にはこういうなんか、ミーシちゃんこそ何、何なんかもうこの、日本の可愛いを全部詰め込んだみたいな感じのところがすごい好きなんで、めちゃめちゃ。 似合ってると思います。はい。そして次、綾香ちゃん。綾香ちゃんやばないマジで美ュマジ神がかってるなと思ったんですけど、本当にもう女神みたいな感じで、この服装とかもすごい好きで、めっちゃ めっちゃ可愛いと思って。しかも今回結構バツッとした黒な感じなんですよ、髪の毛が。本当にこの何彩花ちゃんっぽさっていうか、そのあやかちゃんのいいところを全部活かした感じ。だからこそあやかちゃんって結構この髪型ずっとやってると思うんですけど、この髪型正直めっちゃ似合うタイプ。あやかちゃんとまやちゃんは結構この美ュで押していくのが私結構海外受けもいいと思うんで、行ってほしいし、この服装もね。 素晴らしい。本当モデルだなと思いながらちょっと今回も見させてもらいました。そして次がリマちゃんなんですけど、リマちゃんも黒髪超似合うんだよね。めっちゃ可愛い。しかもこの服装もさ、海外感がめちゃめちゃ出てて可愛いし、リマちゃんも明るいのも似合うんですけど、個人的にはリマちゃんも黒だとなんかその顔のさ、美女の良さみたいな、この、何全部のパーツが全部はっきりしてて、全部綺麗みたいなのがポンって入えるから、個人的にこの長くて、今の髪型結構全員何似合ってるなっていう感じがするんです けどどうでしょうかなんか今日の美女が結構私的に何この普通に外で撮られたね何気ない何気ないっていう、まあ、空港写真なんですけど美女が全員いいので結構好きですねそして最後まこちゃんがねこちらなんですけどまこちゃんもイメチェンしてるめっちゃ可愛いもう本当にこれかわいいんか 何ちょっとハイライトをいろんなとこに入れてたんですけど、前は、まこちゃんって、なんか髪型ね、この、この前までは全然変わってない感じ、ちょっと暗いな、みたいな感じだったんですけど、もうしっかりハイライト入れて、美容院でね、いろいろ変えてきたんだな、っていう感じなんですけど、めっちゃ可愛くないなんかもうこのまこちゃんも超可愛いと思って、しかも似合ってる、めちゃめちゃ、と思ったので、なんか何、何これで、なんか撮影してきたのかな海外でね、それか、もしく この日本のそのライブに向けて変えてきたのかちょっとわかんないんですけど、ちょっと美人。みんな良すぎてちょっと広島行かれる方羨ましいなってぐらいちょっと良かったんで感動しましたね。全員良くない。じゃ、本当に今回そのさ。 この子を今回変えてきて、すごい似合ってる、この子似合ってるみたいな、毎回可愛さはもちろん変わんないんだよ。だけど、なんかその、似合ってる度で言ったら、私今回のこの似合ってる度の、その全員の似合い度が抜群だなと思ってるんですけど、どうでしょうか皆さんもそうじゃない。で、皆さん的に今回服装もね、ちょっとこんな感じで全員出てるんですけど、全員の服装がめっちゃ可愛いし、しかもこれさ、あの何今までさ、結婚とかそういうものに関しては、みんなさ、その他のアイドルさんとかも、 その行くからさ、美人をしっかりして美容院とか行ってみたいな感じで整えてくる感じだったと思うんですけど今回 NiziU の NiziU 自身の,そのライブのための出国だったと思うんですけど結構たくさん写真を撮ってる方もいらっしゃってこんな感じで美人もすごくいい感じなのでなんかね何やっぱ 韓国に向けてる感じがめちゃめちゃあるなと思って、しかも韓国のその記者の方とかそのファンの方が見ても多分すごい良い美中だと思うんですよね。だからこれからね、やっぱり色々と活動とかしていくと思うんですけど、本当に なんか、どん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 洗練されてって、なんか、本当にその、今が一番いい状態っていうのが毎回続くと思うので、なんか本当そこが20の良さっていうか、その海外活動っていうのが早くはできてなかったと思うんですけど、逆にこの、今のタイミングで一番良かったんじゃないかって思うぐらい、本当に今の美女が一番いいっていうのを更新してってくれてると思いますので、はい、ちょっと皆さんのね、今回のこの20の美女の感想、聞いてみたいなと思って、なかなかね、私これだけで取り上げることな、結構少なめだと思うんですけど、今回美女があまりにも良すぎたんで、ちょっと 皆さんの感想を聞いてみたいなって、私だけなのかなって思うぐらい本当に今回ちょっとね、このビジュが出てて感動したので、ちょっと聞いてみたいなと思います。そんな感じでまたね、20の最新情報だったり、20の考察だったり、いろんなね、情報とか結構出してるので、聞いていただけたら嬉しいです。そんな感じで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは